こんにちは、かおりです。実は今病院に来てます。うちの母の、4年前にがんを患ったんですけど、それが再発して、いろいろ悩みながら、彼女が出した結論が、抗がん剤治療をするっていう選択をしました。初めはね、しない、やっぱり自分らしく最後までね、やっぱ副作用のことを考えていろいろね、彼女に悩んだと思うんだけども、でもやっぱり自分らしく最後まで生きたいということで、一旦はね、しないって言ってたんですよね。なんだけど、私と喋ってたらそういう結果出るんだけど、家に帰ったらやはり、引っ張られちゃうんですよね。重たい波動に。仕方がないね、もうこれ家族だからね、それも込みの家族だから。で、彼女もすごくやっぱり悩んで悩んで、で、抗がん剤治療をとりあえず一気受けるっていうことで結論出しました。で、私は特に彼女に対してアドバイス何もないです。意見もないです。彼女が出した意見、彼女の人生だから、どうなると、とにかく彼女が選択するっていう、これが一番大事だと思ってるので、なのでね、ただやはりね、やっぱり初めて経験することって、やっぱり人って、怖かったりするので、それで今日は一緒に病院まで付き添ってきました。投与中はね、ちょっと中に入れないので、今こうして、録画してます。でもね、私が今日これ言いたかったのは、これが例えばスピンに分からなかった時ってね、私もっともっとね、パニックになって、自分の不幸な人生全部拾ってた。子供も大変、旦那も大変、親も大変、なんで私の人生こんなに大変なのって、多分ね、もう泣き晴らして やってたと思うけど、今すごく落ち着いています。まず彼女が彼女の選択をしたってことに、すごく拍手を送りたいことと、あと彼女と話した時にね、言ってたのが、私これで終わらないって。確かに抗がん剤治療ってリスクが伴うけども、そのリスクを数えるんじゃなくて、そのリスクを避けながら、自分がやりたい、もう一度菜の花も見たいし、桜も見たい、夏はね、山に行って美味しい空気吸いたいって、そのための治療だから、そう言って今部屋に入っていったんですね。なんかね、やっぱり生きてるってすごいなーって今つくづく感じるんですよね。私も母もそのスピに目覚める前と今全然違う、比べれない。だから彼女がどんな選択をしようと、いつこの世を去ろうと、私全て受け入れるし、彼女に敬意を払います。なんか変になっちゃった。なったけど、もうじゃあ、これからね、これやっぱり私と母の記録なので、ちょっと撮っていきたいなと思って動画にしてみました。ありがとうございました。